皆さんこんにちは、さくらんのさくです。今日は3日間のお仕事です。3日間って言っても実は働くのは2日間 で最後のフライトがちょっと長めで次の日に持ち越してしまうので3日間というカウントになっております。今日1日目は3便です。まあね、3便ぐらいなら大丈夫です。まず1便目、ここニューヨークからカンクンに行きます。メキシコの大リゾート地カンクンでございます。でまあそこで、ね、ステイできればいいんですけれども、あいにくは今日は3便ということでカンクンではステイせず、もうそのまま着いてお客様に降りていただいて、また新しいお客様に登場していただいて、でその後2便目、ワシントンダレスですね、行きます。3便目、ワシントンダレスからフィラデルフィアです。で今晩はフィラデルフィアステイとなります。いやフィラデルフィア何気に久々かもしれないです。なんか一時すごいバン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 飛んでた時期があったんですけれども、久々ですね。でもあっち着いたら深夜0時頃です。今がですね10時前なんですよ。で私の仕事開始時間っていうのが今日が10時37分ですので、まだまだ余裕です。まだちょっと電車通勤というものに慣れておらず、ニューヨークに引っ越してきて今まだちょっと電車に乗るのに、まあちゃんと Google マップで毎朝調べては来てるんですけど、なんかまだね不安なので、かなり早めに到着いたしました。で今夜フィラデルフィアで16時間のステイがあります。16時間、意外と長いかも。16時間あればまあご飯食べてゆっくり映画でも見て寝れるっていうぐらいはありますね。しかも明日のその出勤開始時間っていうのが夕方の4時です。なのでもう本当に朝もゆっくり寝て、朝もゆっくり起きて支度してっていうような感じになると思います。5時発の便でフィラデルフィアからシカゴに行きます。でその後に3時間近くのちょっと待ち時間があるんですが、待った後にシカゴからニューヨークに帰ってきます。仕事が終わるのが1時前とかになる予定です。いやー楽しみ。しかも今回クルー、この3人のクルーがみんな結構年次が近いので楽しみ。まあ、もちろんね会ったことはないんですけれども、私がニューヨーク転勤したてっていうのもありますし、そもそもサンフランシスコにいた子供もだいたい毎日初めましてのクルーと飛んでたので、クルーの数がどうしても多いとなかなか同じクルーと毎回飛ぶっていうのは難しいですね。特に私リザーブっていう自宅待機で、まあ、毎日呼ばれる便がほぼほぼ当日決まるっていうような形なので、では本日も行ってまいります。また、カンクン着いたらどうだろう、ビデオ回せるかな、いや時間ない気がする。多分付き合うのはよくてワシントン・ダレスか、フィラデルフィアホテル着いてからですね。ではまあそのどっちかでまたお会いしましょう。行ってきます。はい、なんとワシントンダレスのホテルに今います。疲れすぎた。本当は今日フィラデルフィアでステイの予定だったんです。だったんですけれども、今午前1時4分なんとワシントンダレスのホテルに到着しました。すいません、なんかめっちゃ近いわ。まず最初ビデオを撮った後、ビデオで言うとさっきなんですけど、その後に無事カンクン行きの飛行機に乗りました。で着いたのはもうすごい良かったんですけれども、あっちに着いた、カンクンに着いた瞬間3時間のディレイで、それがちょっとまた伸びて結局内観で5時間カンクンにいました。でその後無事代わりの飛行機がデンバーから来まして離陸して先ほど到着しました。いや本当に長い一日だった。もうすいません、ちょっとなんかメイクがあんまいい状態じゃなくてマスクつけたまま失礼します。いやこういう時マスク本当にありがたい。もうさすがにこんなにディレイになるとは思わなかった。食べ物とか持ってきてなかったんですよ。っていうのもカンクーンに着いて、またその後すぐにここワシントンダレスにすぐに戻ってくる予定だったので、アメリカ入国する際にいくらカンクーンで外に出てないからといっても、まあアメリカに入国する際は絶対税関を取らなきゃいけないので、お肉とかサンドイッチとか作っても持って入らないわけですよ。そうなのでみんな特に何もお弁当とか持ってきてなかったんです。いやただカンクーンのメキシコの現地の方々もすごく
もうよくしてくださって、あーもう分かる分かる、大変だよねみたいな感じで、でまあクルミールをメキシコで用意してくださったんですけれども、なんかもう鶏胸肉で食べる気にもならず、たまたま私カバンにちょっとお菓子が入っていたのでお菓子食べたりしてました。で今回もうクルーがみんな良かったっていうのもあって、しかもパイロットまでもすごくいい方々で、そうパイロットは今日だけしか一緒なくって、明日は別のパイロットさんが一緒に飛ぶんですけど、いやー明日も一緒に飛びたかったです。でなんで私今フィラデルフィアじゃなくてワシントンダレスにいるかと言いますと、遅れすぎてフィラデルフィア便に間に合わない。でそのフィラデルフィア便は別のクルーが運行してくれました。ありがたい。今夜ここワシントンダレスでステイする時間は11時間です。で明日の昼にここダレスからフィラデルフィアまでデッドヘッドします。でなんと明日本来運行予定だったフィラデルフィアからシカゴに戻ります。乗ります。そうそれに乗りますよ私たち。はい。でなんとかそれに間に合うようにってことで、ちょっと早めの、昼初のフィラデルフィア便にレッドヘッドします。レッドヘッドなのでまあ客席に座ってるだけではいいんですけれども、多分機内で寝ると思います。でなんとフィラデルフィアに着いたら3時間待機時間があるんですよ。もう一本遅いのじゃダメだったのかなと思ったんですけど、もう一本遅いフィラデルフィア行きだとギリギリ間に合わないんですよ。そうなのでめっちゃ早いフィラデルフィア行きに乗って、あっちに着いてから3時間待ってフィラデルフィアからシカゴの便に乗務します。あ待って、これ椅子座ればいいんだなんで中腰だったんだ私と夜もう9時過ぎの便でニューヨークに帰ってきて終わりです。あーでもそれ終わるのが、0時半頃になっております。機内でひたすら待ってるっていうのも意外と疲れます。飛行機に乗ってるだけでなんかちょっと体力を消耗するってことありません？私は結構あるんですけれども、まあそれでよく客室乗務員が務まるなって言われたら言われたなんですが、はい。まあなんせ機内では体力吸い取られますね。では皆さん明日またお会いしましょう。おやすみなさい。おはようございます。今が朝の11時半でございます。いやーもう昨日なんか全然、いや爆睡をしたんですよ。もう寝た瞬間もうすっごい多分深い睡眠に入ってったみたいで、なんか起きた瞬間あここどこだっけみたいな感じになったんですけれども、ただ全然まだまだ寝れました。もっと寝たい。足もなんかまだむくんでる感がちょっとあって、でですね今日は11時45分のお迎えのバスに乗って空港に向かって1便目やります。今日はトータル3便です。で1便目はデッドヘッドなので座席に座って乗務を開始する空港に移動します。でそれがフィラデルフィアなんですけれども、そこまで移動します。で3時間待った後にフィラデルフィアシカゴ便に乗ります。でシカゴからニューヨークに帰って終わりです。シカゴニューヨーク便が2時間の飛行時間です。今日は機体が両方とも、私が乗務する2便目、3便目っていうのがボーイング737-900 です。いやー安心安定の900です。今回もファーストクラス担当ということで嬉しい。いや昨日もファースト担当、ファーストのギャレーだったんですけれども、久々にファーストクラスのギャレーしたんですが思ったより OK でした。今日はちょっと1便目レッドヘッドなので、機内で爆睡できるように夜会巻きはしておりません。なんか夜会巻きするとやっぱりこの辺がちょっとモコッとなるので、座った状態で眠れないというかはい、なのでもう普通に巻き髪にしました。では行ってきます。Oh, wait, are we?フィラデルフィアに到着しました。もうフライト中めっちゃ爆睡してました。飛行機がゲートから離れた瞬間に寝落ちて、で次フィラデルフィアに着いたその着陸の瞬間、タッチダウンの時にバッて音で起きましたよかった寝れて。いくら疲れてても機内で寝れない時もあるので今回は良かったです。次の搭乗まで2時間ある、何か食べるものを探しに行こうかなと思っております。
ここなんかすごいこうちょっと花を背負ってみた感じで撮影しております。ジーノーズステークスにやってまいりました。美味しそう。買ってまいりました。では早速食べたいと思います。おお、シャキーン、でかい、めっちゃでかい。で、あとこのレッドペッパーを一人一つもらえるっていうのでもらってきました。ではいただきます。うわー、チーズステーキです。めちゃくちゃ美味しいです。ステーキ本当焼きたてこんな感じで入ってます。で、上にチーズソースがかかってるというような形です。これはやばい、これマジでハマりそうです。で、これ食べれるかなって思ってたんですが、ペロッと入っちゃいそうです。いや、すっごいボリュームあるんですよ、パンと肉とチーズなので。けど美味しすぎてパクパク進んじゃいます。もうすでに今3分の1ぐらい食べてますね。で、次はこちらをいただいていきます。こんな感じです。辛そう。お、お、めっちゃ辛い。めっちゃ辛いけど、これチーズステーキが進みそうな味。うん、このサンドイッチとめっちゃ合う。で、今日は道中にアンティーアームだったりスターバックスだったりダンキンドーナツもあって、もう本当にどれにしようか迷ったんですけれども、これにして正解でした。ただまあ、コーヒーはちょっと買っていくかも食後のコーヒーって感じですかね。ではもうちょっと食べてから、でまたゲートに戻りたいと思います。ただいまシカゴに到着しました。今の時間が午後7時前でございます。でですね、なんと最悪のお知らせです。私まだニューヨークにすら帰ってないんですが、なんとなんと明日の仕事が入っております。今夜着くのがもう明日になってからなんですね。予定では0時半にニューヨークに帰る予定です。でもそこから家に帰ったら夜中の2時とかになるとは思うんですが、なんとなんと明日2時出勤のウェストパンビーチ行きの仕事が入っております。早い。まだもう本当私ニューヨークにすら帰ってないのにもう次の仕事入ってるってどういうことですか。明後日が休みなので明日はもう絶対疲れないと思ってたんですね。仕事呼ばれないと思ってたんですが、まあ呼ばれてしまいました。今日まあ呼ばれちゃったままもう仕方がないので、今どうやって明日のスケジュールに向けて気持ちを上げていこうかなとちょっと思ってるところです。まあとりあえずは今からの便、シカゴからニューヨークを頑張りますって言っても、今から2時間半3時間近くのちょっと乗り継ぎ時間があるので、その間にまだねさっきのフィリーステーキが残っておりまして、それを食べて、で最後1便頑張っていきます。到着しました。お仕事終了です。もう長い一日だったわ。今が、12時半です。正直明日というか今日また別の仕事が入ってるっていうのが信じられないんですが、まあもう入ってしまってるものは仕方ないので頑張っていきます。おはようございます。ただいまの時間が12時ちょっと前です。10時半に今日起きればいい予定だったんです。なんで、あ、まあ7時間半ぐらい寝れるわと思ったら、朝パッて起きたらまだ8時で、まあ、なんかめっちゃ早く起きちゃったって思ってたんですけど、それから寝に戻ろうと思ってもなんか微妙に寝に戻れず、こうがっつりしたものを食べたかったのでパスタをちょっと作りました。ちなみに本日のお弁当はこちらです。さっき余ったパスタっていうか、まあマカロニですね。ゆで卵とマヨネーズとマカロニと塩コショウで和えたものの余りと、であとなんか温野菜をサイトに添えております。で今から、会社空港に向かいたいと思います。今日は、ウェストパームビーチのターンです。で特に間に待ち時間もなく、ただ行って帰ってくるだけで、5時間ちょっとのトータルの飛行時間だった気がします。私の今日のウォークポジションはエコノミーのギャレーです。後ろのキッチンですね。で、まあ、あとは上空ではお菓子の販売をしたりドリンクをついたりするような形です。本当にもうこういかにテンションを高く
維持できるかっていうのが多分今日、もう昨日の今日で多分そういうところがポイントになってくると思うので、今日も頑張っていきます。では行ってきます。空港の駅に到着しました。なんか今日、まあ、あのホリデーシーズンということもあってすっごい電車混んでました。もう救急です。で、まあ、まだ今が1時15分なので余裕です。ここで今コーヒーを買うべきかどうしよう、めっちゃ迷う。やってきてしまいました。こちらが本日の戦利品でございます。今日はですね、ホワイトモカではなく、なんかちょっとクリスマスっぽい感じにしたいなと思って普通のモカにしました。味はやっぱ美味しいです。では仕事行ってきます。今ニューヨークに戻ってきました。ニューヨークというかニューアークでございます。ニュージャージーです。で、本日のお仕事終了です。長かった。で、明日は1日お休みで、また明後日からお仕事でございます。帰りのフライトは2便連続でつなげて乗ったので、クルー向けの機内食が用意されてたんですけれども、私はあの自分で作ったなんかもうあのはちゃめちゃ弁当、パスタ弁当を持ってきてたのでそれ食べました。いや、悪くなかったですよ。なんかね、やっぱり安心感もあるので、自分で作ったってだけで心の充実感もあります。昨日ほどはここ寒くはないんですが、やっぱり外は寒いので、今からこの駅にあるなんかここあ見えるかな、この辺にあるなんか待合所みたいなところが暖房効いててあったかいんですけど、そこに入って待とうかなと思います。では今から帰ります。皆様、本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画が面白ければぜひ高評価ボタン、あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。